みなさんこんにちは、すみちゃんのゆみです。今回はコンビニで1000円チャレンジをやってきました。あの前回ね、しほちゃんがチャレンジしたので、ぜひりみちゃんもっていうね声があったので、りみちゃんもねセブンイレブンで1000円分選んできました。言っちゃダメじゃん先に。そうで、りみちゃんもしほちゃんと同様、2年前に1000円セブンで1000円チャレンジはやったっきりで、2年ぶりのね企画になります。りみは2年前何を選んでたのかな。みんなね気になる人は人は選んでない、概要欄からあのぜひ見てみてください。2年前のねりみちゃんのめっちゃ可愛い笑顔が見れると思います。絵は可愛くない。じゃあ笑ってみて可愛い可愛いはい、じゃあお願いします。普段笑い方ちょっとおしとやかになったよね。昔はわはって笑ったはい、お願いします。まず一つ目、はい、たっぷりチョコよ、チョコチップクッキー。おいしそう。もうリミはねチョコが大好きなんだよね。チョコレートのお菓子が大好き。はい、これは何で買ったんですか。2022年2月。え、それ賞味期限でしょなんで買ったんですかって聞いたの。え、おいしそうだったから。はい、おいしそうだったから買いました。わーい。はい、次サラダ味ですね。サラダ味を買いました。これは何で。本当にサラダとサラダって書いてある、うん、書いてある。なんでこれを買ったの。あ、これ美味しいから好きなのね、リミのね。サラダ味すごい好き、うん、はい、じゃあ次どんどんいっちゃいますちょこっとリラックスシュークリームみたいなチョコ。うん、美味しいんだよこれ。これね一回ね食べたことあって、あのリピ買いですね。美味しいんだよ。美味しい。リミちゃんはこういうチョコレートのお菓子が大好きです。これね皆さんもぜひ食べてみてください。美味しい、超美味しいからね、うん、うん、おすすめだよね。次、はい、次予想してね。うん、もさっきチラッと言ってたよね。なんか先走ってなかった出てるもう一番最初に手に取ったのがこれだったよね。しかもさっきさ、2年前はサキイカとか買ってないよとか言ってなかった。イカは選んでないもう分かってたよね、なんか買ってるってね。何気に、それって買ってるって言ってるんだ、ね、そうだよ、ネタバレしてたよさっき。はい、まあ、最近ねもうりみちゃんはこのイカが大好きでね、お出かけすると車の中でよく食べてるよね。それでイカ臭くなるよ。ほんと1人が食べてるとさ、みんなで食べてればいいよ。1人が食べてるとほんと臭いんだよね周りの人が。え、なんでみんなで食べてたら臭くないの。え、だって食べてたらさもう匂いになれるじゃん自分も、うん、でも自分が食べてないとさ、なんか漂ってくるんだよイカの匂いが。ほんと臭い。はい、じゃあ次最後からもう、うん、プリン、トロリンプリンラテ。トロリン、これはまあ飲むプリンみたいな。飲んでみる。ちょっとおいしいかな、ちょっと試してみようか。おいしいかな、どうかな。ストローでよくかき混ぜてお飲みください。嘘、でもそのまま飲んでもおいしそうじゃない。リミ混ぜる方なんだよ。そうなのか、でもそれ混ぜづらくない。入んない、入んない。入った、ぐるぐる、うん、するんだ。あれれれれ、飛ばさないでよ、ストローの先から出そうじゃない。こうする、うん、触れた、うん、飲むよ。どうぞ。
グーグー、おいしい。というわけで今回はコンビニで1000円チャレンジをしてみました。ウェイイェイウェイイェイ。ではバイバイ。グッバイ。全部食べ物と飲み物だったね。